皆さんおはようございます。今日は12月の17日ですね。今日の鶴岡はポツポツと雨が降って止んだりっていうようなどんよりした天気となっております。今日の一品はですね、この間漬け込んだ厚みかぶですね。こんな美味しく漬かりました。で、ですね、もうこんな感じでちょっと見えにくいですけれども、もうしっかりと使っております。で、この間ですね、ちょっと山梨の方に寄せていただいたんですが、そこでふるふる農園さんの、ですね、女神さんたちが作ったですね、今日はブロッコリー、これ茹でてきました。で、これ白菜ですね。こんな感じ、こんな大きい白菜だったんですけど、これを今日はサラダにしていきます。で、すっごいもうこの音聞いてもらいたい、シャキシャキってですね、すっごく甘くて美味しい。で、これはもう生でいきます。あ、あえるボウルを忘れてきちゃったですね。じゃあ直接すみません、あえるボウルを忘れてきてしまって、お皿にも盛り付けをしていきます。はい、こんな感じですね。ちょっとお皿がちょっと小さいのでこんな感じかな。この芯のところもすごくね、美味しいですよね。こんな感じで、で、ブロッコリーはもう、なんか欲張りサラダですねはい、で、ここにですね、かぶ、食べやすい大きさで、もちろん歯ごたえもあるので、大きくこんな感じで今日は切っていきます。もう一個、もう一個、なんかセンスがないですね中までしっかり使ってますね。このお皿の空間の遊びがないという、はい、で、ここにナッツを、このアーモンドとかはね、ビタミン E があって血管とか丈夫にしてくれますので、で、ここにですね、ドレッシング、オリーブオイル大さじ2杯入れます。で、酢も同量です。大さじ2杯入れます。で、あと今日お醤油小さじ半分で、塩は塩分はこのかぶでしっかり取れますので、これオメガビスペ、発音がよくない、これでもう合わせてですね、かけて召し上がっていただくといいということですね。このままこんな感じで、油と酢同量でちょっと塩分を加えると大体味は決まりますので、美味しくできます。ちょっとお皿と量が合ってませんけれども、今日はですね、ふるふる農園と厚みかぶを使ったサラダ作ってみました。お家にある材料でさささっと作れますので、ぜひお試しください。こんな感じですかね、はい。昨日はですね、うちの方の月1回集まる全体スタッフ会議を行いましてですね、
10月ぐらいからですかね、あの奏で体操っていうのをあの担当スタッフがですね考えてくれて、午後の機能訓練というか体操を音楽に合わせて昨日初お披露目ということで、あのすごくあの理にかなったというかね、とてもいい体操ができまして、オリジナルの奏で体操です。なんか楽しく、みんな職員もですね、我々スタッフも楽しんで、きちっと動かすところは動かしたりとか、脳の活性化であるとかっていうようなところに特化したとてもいい体操です。いつかお披露目できると嬉しいかなと、皆さんにお披露目できればなぁなんて思っております。では今日も背筋を伸ばしてですね、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。またお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。